こんばんは。こんばんは。お疲れ様。お話し会ありがとうございました。2日連続だったりだったけど、ありがとう。楽しかったです。今日ありがとうございました。お話し会今日も楽しかったです。今日は一回オーディションの時に着たことあるニットなんでセーター着ました。かわいいやつ、いろんな色。そうやばいよね X も。本当に結構なんかお話し会はすごい楽しかったのに、もう X のことを思い出すと気分が下がる。普通にというか、かなり。皆さん20日の広島は、広島の来週ですけど、皆さん来てくれますか？キャップさん今日はありがとうね、楽しかった。リエも楽しかった。かぎやきありがとう。まめたんさん、リエジ寝てた？嘘、寝てない。あ、寝てたかも。さんファイトありがとう。くまのパパさん、だるまたくさんありがとう。すねまさきさん凍結された？そうなんですよ、凍結しちゃいました。なんでかわかんないの、理由がわからなくて困ってます。ファンカンさん、ココアありがとう。キャップさん、幸せな時間でした、大好きです。リュウも楽しかった、本当にありがとう。また早く会いたい。トウモロコシさん、だるまありがとう。トミちゃんもピンクシャワーっぽい服、確かにちょっと色味わかるかも。これで緑とか入ってたら本当にポッピングシャワーって可愛いでしょ。これはどこで買ったんだっけ、なんか下北の古着屋さんで買った気がします。くまねパパさん、お疲れありがとう。今日もありがとう。なあちゃんさん、リエジのつぶやきロスね、本当に。リエももうツイッターじゃないや、 X できなくって結構しんどい。なんかもう自分が投稿したらみんなたくさん引用してくれたりコメントしてくれたりってのがあるじゃないですか。だからなんかそれがないと思うと結構なんか辛い。ルパンさん、お疲れありがとう。今日もありがとう。ていうのかもさ、凍結されてるけど。そうなんですよ。マシンカーさん、たくさんだるまありがとう。ていうのかもさん、だるまありがとう。マツさん、お疲れ、今日はありがとう。ゆうようゆうさん、いい色ですね、ほんと嬉しい。かわいいよねこの色。自分の顔色にはねあんまり合わない色なんですけど、濃い色の方が顔に合うので、だけどかわいいので着てます。トナシイチさん、かわいい、ありがとう。くまねません、いきなりアップは今後も続けてください。ちょっと今日ほんとにね、もう本当に何回言われたかなってぐらい言われました、近いって。そう、でも別に目が悪いわけじゃないんです、ちゃんとコンタクトもつけていってますし、普通にみんなともっと近くでお話ししたいし、よく見たいからって思って前のめりになっちゃうんだけど、そう、今日は何回も近いって言われました。アフマンさん、初お話し会ですね。本当に来てくれると思わなかったからびっくりした。リエジ近かった。そうです、リエジ近いんですよ。これよりももっと近いです。画面いっぱいのリエジです。クタの人さん、どれくらいことになるね、本当にそうなの、困っちゃった。リエも結構ちょっと困っております。やっぱさ、やっぱりお話し会リエジ距離近くてお洋服まで見える。本当に？じゃあお洋服見たかったら、あ、
あの言ってください、ピーチお洋服見せてとかちょっと離れてって言ってください。カトナってさ、もちろん行きましたって、ありがとう、本当に楽しみ。マメタンさん、なんか心当たりはあるの？心当たり、いやないんですよね、ないからリエも辛いの。そうなのよ、本当にあの心当たりあったらさまだいいよね。心当たりないから完全に本当に分からなくて困ってる。リアも、ヤンシギャキさん行きたいだって。来れないの？なんでなんで、寂しいんですけど。大ちゃんさん、だるまありがとう。平次さん、お話しかお疲れ様でした、ありがとう、お疲れ様。南光さん、神様が与えた試練だと思いました。いやまあね、なんかさもう本当に、いやポジティブにね捉えたいよ、ゲームポジティブに捉えたいけど、ポジティブに捉えられない。普通になんかもうこの前もバズレの投稿1個消えてるし、もう大ピンチだと思う。普通に考えてかなりやばい。もうこれはもう最あの14位で14位になってしまって、もう仕方ない、仕方ないっていうかなってしまう可能性がかなりあるなと思いました。大ちゃんさん、魂は行きます。本当魂は来てくれる。キャップさんありがとう。鍵、そうそう、鍵開けだったの。そう、てかここのほくろヒーターに乗りついてるよって今日言われた。あ、そうだ、間違えちゃった。来週インテックス大阪です、ね、広島って言っちゃった。なるみさん、来週のインテックス大阪行きますよって。本当ですか、嬉しい、ありがとうございます。じゃあインテックス大阪で待ち合わせです、待ってます。ヤンシゲンキさん、 X の AI が誤検知して凍結したんやと思うけどね。うん、なんかね、うん、でも本当いい迷惑よねそれ。もしそうだったならね。マッチさん、だるまたくさんありがとう。3570503、お疲れ様、安井馬さんだ、ね、まあ、でもリアルだったらお洋服もわかるんかな。どの人さん、用事があったとおり今日の喧嘩ってない自分へ問い詰めています。なんでなんで、確かに今日いないなって思った。そう、でもそんなね、そんな自分を追い詰めることはしないでください。また次たくさん会いに来てくれたらディア嬉しいから。昨日来てくれてるしね。ビンゴの神さん、今日は仕事で不参加でごめんだって。全然いいよ、昨日来てくれたから。あ、でもそういうこと言ったらティーチは、じゃあちょっと来れば満足するんかって思われちゃいそうだから。なんで来なかったんだようにしようかな。大ちゃんさん、衣装店も大阪だよね。そう、衣装店も大阪でした。石山新さん、ゼニーありがとう。ゆゆゆさん、本当おしゃれです。本当に？これ結構前に買ったやつですね。高一ぐらいに買いました。初めて下北に行った時に買った？いや違うかも。あ、マツさん、笑う方には福来たる、ありがとう。トンカチ、トンカチ、金槌、ありがとう。じゃあ頑張って笑顔で笑ってたら福来ますかね。ビンゴの神さん、メンタルやられないようにね、元気出してなって。いや、うん、でもでも結構なんかあの悔しいんですよね。普通に悲しい、悲しい気持ちもあるんですけど、悔しいの方が結構あるかも今は。普通に悔しいかなって感じ。せっかく頑張ったのにそれが全部無駄になってる気がするし、自分ができない、こうやって投稿できてない間にみんながどんどん投稿してその投稿が伸びていくって思うと辛いし、他の子からしたらディエがこの状態になってるのはラッキーなことだから、多分だからそれが結構しんどいです。アイカちゃん、 X の凍結のいい申し立てのフォーム送った。あ、なんか
とりあえずもうマネージャーさんには昨日のうちに連絡したから、そう、もう異議申し立てのやつは送ってもらったんだけど、でもやっぱ数日かかるみたいで、そう、まだね、治んないんですよ。結構どれくらいかかるんだろうね、数日って言ってもね。大ちゃんさん結婚してだって。へえ、じゃあリエが元気になったらいいよ。メイル君、ディエツのアカウント早く見たいだって。ありがとう、そうやって言ってくれて。ディエもね、早くね復活したいです本当に。他の人さん、ツイートできなかった分の救済があることを信じたのね。いや本当にそれでさ、何にもなかったらもう超、いや辛いよね普通に。まあ凍結しちゃったのはあれ仕方がないので、普通に1日2投稿とかにならんかったら本当に終わりだと思う。もう絶望、もし本当にそうだったら本当に絶望だと思う。結構本当にね、リエ今ショック受けてるから絶望するよねそれは。あやかちゃん、服の色合いが可愛いだって。嬉しい、ありがとう。ピンクと水色と白、可愛いよねめっちゃ。これお気に入りです。リエも可愛いお洋服を見つけたと思った。シャゴ70503、今日初詣行ってきて凍結解除神様にお願いしてきましたって。ありがとうございます、嬉しいね。本当にね、早く治るといいよね。のりそうさん、凍結されてるの大丈夫？大丈夫じゃない。ビンゴの神様、リエちゃんの X 凍結が解除されるまで。嘘、本当にお酒我慢するんですか？じゃあ一緒に頑張ろう。凍結解除されたらパーティーしてください。本当にもうちょっと今はどうなってるんだろう、見てみようかな。 D の X が、でも今日は X が送れないからメールをいっぱい送ってみました。気づいた？リエがメールいっぱい送ってたの。服の色合いが佐賀とすみたいな、佐賀県の J1 のチームだから伝わるか。いやでもなんかわかんないけど見たことあります、あのお名前を。アクセント違ったら、イントネーション違ったらごめんだけど、本当にこんな可愛い色してるの、ちょっとそれは応援したくなっちゃう。ダイジャーさん、近いのはとてもいいと思います。本当に、じゃあいっぱいこれからもやります。片の人さん、近いということは心の距離が近いということ。いやそう、そういうことですよ本当に。ルパンさん、リエちゃんお話会お疲れ様でした、今日もありがとう。こちらこそありがとう。泉さん、リエちゃんお話会ありがとう、好きマシマシになったわだって。リエも本当に嬉しかった、今日来てくれて。もう本当に早くまた会いたいので早く来てください。ありがとう。近いの武器になりそうです。いや自分はそんなつもりではやってないですよ、でも嬉しいけどね。キャンプさん、こちらとしてもリエツの可愛いお顔近くで見えるから本当に、じゃあよかった。ツノさん、バラタクさん、ありがとう、今日はありがとうございました。今日はちょっとね、なんか目がカピカピしてきた、コンタクト外そっかな、ちょっとカピカピする。
つのさんこんばんは。あの近さは癖になる。本当にちょっとでもね、近寄りすぎてねお洋服が見えないらしいから、洋服が見たかったら離れてって言ってください。ショールームもあの距離で、いやそれはダメです。お話し会に来てくれた人限定で、あの近さ。マメタンさん、マメリン、あごめん名前変わったの、なんか毎日名前変わってない。ビンゴの神さん、もっとリエちょっとお近づきになりたいなって。えリエはもっとお近づきになりたいですよ。なりたいけど、でもなんかお近づきになりたい気持ちはリエもありますよ。ただお近づきになりたいなりたいんだけど、でもリエがだって見てても振り向いてくれないから、そういう人はお近づきにはなれません。ちゃんとリエのこと好きならお近づきになれるはずなんですけど、ちょっとなんか最近よそ見が多いのでお近づきになれないみたいなんです。あいかちゃん企画のこともあるから X の会社としての会社がちゃんと連携取ったらいいのになって思ってる。うんね、なんかね、そうなんかあのとりあえず理由が分かればいいんだけど、リエの凍結された理由が分からないから、もうみんな怖いよねって今話してるんよね。あの理由が分かんないといつ凍結しちゃうかみんな分からないからさ、そう、それが怖いですねっていう話はしてたんだけど、難しいよね。このリエの今の凍結してる時の時間の分のトークはどうなるかも分からんから不安でいっぱいよね。ゆうゆうゆうさん、ニュースで徳島県の、あねそれリエも見た。そう、もしかして凍結流行ってたりするんかなって思って調べたんよね。まあ、それでリエが悪かったらねちょっと笑っちゃうけど。大ちゃんさん、ワルキーパーカー、え、そう、ワルキーのパーカーは受注生産だったんですけど買っちゃいました。ちょっとお高かったんですけど、まあでもちょっとね、あのリエチ実はまだお年玉がもらえたので今年はお年玉で買ってしまいました。ワルキーパーカーめっちゃ可愛い。あの実物はね見れてないから分かんないんだけど、とりあえずネットで購入しました。ワルキーのパーカー可愛かった。本当に早くねみんなに見せたいです。イーロンマスクだけに、イーロン、かっこいいな。マスク封じるですから。いや、うまいですよ、それ結構。大ちゃんさん、メールで服を確認するのはリエチュアラルですね。え、本当に？そっかそっか。じゃあちょっと、実は見れてない時多かったんかな。マメリーさん、逆に凍結キャラで言ったらバズりそうでさ。まあ確かに自分でね、凍結をネタにしちゃうパターンもね。あるかもね。やしぎゃきさん結婚してだって。リエが今、リエチが元気になるまで待って。スーさん、はじめまして、お話し会ありがとう。かわいいお顔めっちゃ近くて嬉しかったって、ありがとう、本当に来てくれて嬉しかった。怒られなかった？リア中に。リエちょっとねびっくり焦っちゃった。隣立ってリア中いたから、お名前呼ばないようにしようって思って、リエなりの配慮。でも嬉しかった、本当に来てくれて、また来てね、待ってます。どのせいじさん、今日は力尽きて寝てしまったので次の大阪参加します。夜勤明けは危険ね。そうだね、本当に体が大事よ。次の大阪で待ってます、ありがとう。ヒロさん、だるまたくさんありがとう。まさぴょんさん、招き猫ちゃんありがとう。猫猫ありがとう。マークさん、久々のリエチに癒されましたね。本当に久しぶりに会えてリエも嬉しかった。本当にやっぱ定期的に会わないと寂しくなっちゃうのでね、たくさん会いに来てください。でも今日もいっぱい話せてよかった。楽しいちさん、尊いありがとうございます。そうなのよ。ビンゴの亀さん、歯がゆいよね。私も悲しい。本当に同じ気持ちでいてくれてよかった。
本当に多分自分だけが悲しんでると思ってるからで、今結構そうつる あまりあのマイナスなことばっかり言うのは良くないと思うけどね。でもだから今日も配信するかなんか迷っちゃった。普通になんかめっちゃ落ち込んでる感じになってしまうかなって思ったから配信するか迷ったけど、でもやっぱお話し会あったから、そうお話し会のアフタートークをしたいから配信してます今は。最後の0503ファイトありがとうございます、頑張るね。ふふ、佐野子さん、リーチ X の件大変やけど応援してますで、ありがとう。本当にもう D が X 投稿できないからって他の子のばっかりツイートしてたら怒るからね。ふふ、の人さん、自分たちも何も、え本当にそんなこと言わないでください。本当あの D が復活したらたくさん応援してくれたら嬉しいです。ね、スーさん、次はリアルお話し会で会いたいね。えリエもリアルで会いたいです。やっぱり近くで会うのが一番ね、リエも嬉しいからリアルで待ってます。でも実はなんかさ、ずっといちごのレーン入ってました。この前もしいちごのレーン入ってたらさ、多分リエめっちゃ 見かけた気がするんだけど、いちごちゃんのレーンに、いちごちゃんかリア中どっちかわかんない、どっちかわかんないけどなんか見た気がする。石木山新さん、長くなるなら仮のアカウント作らせてくれてもいいのにね。まあでもどうなんだ、自分が悪いのかもしれないし、もしかしたらなんと見えないけど、おつあったんさん、この配色かなりかわいいでしょ。かわいいでしょ、いろんな色3色かわいい、このパステルっぽい色がかわいいです。357050さん、ちょっとだけリーチポストしておきます、結末もできそう、ありがとう、本当に嬉しいです、大感謝。深本さん、マーブル柄かわいい、ありがとう、嬉しい、なんかすごいこのお洋服みんなかわいいって言ってくれて嬉しいです。そうかわいいのこれ。じゃあ中村さん、えこれさ、あのイントネーションが分かんないんですけど、サガン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 トス、イントネーションが分かんないです。キャップさん、ポッピングシャワーカラー、ポッピングシャワーカラーかも、ちょっとでもちょっと分かる、なんとなくその感じは、かわいいこの色好きです、一目惚れした。マンジ雄三さん、こんばんは、こんばんは、はじめまして、 ST48 3期研究生の藤井理恵です、ゆっくりしてってください。トナシエイジさん、メールたくさんでね、そうメールねめっちゃたくさん送ってます、今日初、本当に初来た今日は。片の人さん、こんなにメールいただいていいのかと驚きました、本当に。でも今日はちょっと送れないから、ツイッターもね X 投稿できないからメールいっぱい送ろうって思って、トタミツさん、凍結前にリプできた激レアオタクでしたって、えなんかトタミツさん見たかも、なんか折り面の方がいたよみたいなね、ジッパーの。マルフコさん、ファイトありがとう、頑張ります。キャップさん、リーチはレッツかサンフレしかダメですだって。レッツ許されるんですか。確かにね、いやね、どちらを応援したらいいのか分からんよね、そういう時って。ルパンさん、たくさんだるまありがとう。
のりしおさん復活したら今までの分もたくさん見るからね、だってありがとうございます、嬉しい。ラトウジさん話し会おつ今羽田着いた、あそうなんだ、今羽田着いた、よかったよかったね、なんか旅行楽しそう、すごいなんか船のあるとこでお話し会つながってたからびっくりした。そう、平田おじさんに言いたいことあったのにお話し会の時に言うの忘れちゃったから次会った時に言おうと思います。今日のお弁当はなんか鮭のやつにしました。泉さんパステル系も似合うしシックな感じも似合うしメール見ててもファッションセンス良すぎるわってなって、嬉しいです、本当に嬉しい、お洋服好きだから嬉しい、頑張ろう、ちょっともっとファッションセンスを磨いていきたいと思います。いや、しげんきさんあんなに近いなら持っていかなきゃ、そうだよ、もっと来てくれるの待ってたんだよ。ラパンさんリーチ大丈夫だって、リーチ、いや大丈夫じゃないけど大丈夫です。ありがとう心配してくれて、凸結で1億インプレッション、いや本当にもうそれぐらいそれぐらいになってほしいよね、本当にそうよ。新しめのアカウントはちょっと凍結したことで、ちょっとしたことで凍結しやすいから電子レンジで解凍し、ね、電子レンジで解凍して治ったらいいのに。泉さん来月広島にお話に行くので楽しみにしてる、この後枚数増やします、え本当に嬉しい、ありがとう、もう今日ちょっとはしゃぎすぎちゃった、久しぶりに会えたから、もう久しぶりの再会すぎてもうめっちゃ足をバタバタさせちゃって恥ずかしかった、ミディエの目の前にサラピさんがいたから。大ちゃんさん昨日雪降ったし寒かったから凍結しちゃったんかな、えそうなん、なんでリエだっけ。キャップさんお年玉の使い方がないすり、そうなんですよ、ワルキーのパーカーをお年玉で買いました、ワルキーパーカーめっちゃ可愛い、もう本当に絶対可愛い、まだねイメージのやつみたいなやつしか見てないけど、おじゃまるさん凍結解除する方法、あなんかねそうマネージャーさんに一旦報告して今はもう申請してます、おつあったさ3万円で凍結解除しますみたいな、えそんなのあるの、それはちょっとさ危ないね、それはちょっと危ない話よ。アイシレモンさんパステルカラーいいね、ありがとう、かわいいよねこの洋服、久しぶりに来ました。ちょっと待ってスーさん気を使っていただきありがとうございます、なんでリア調子って知ってんのよ、だってだってよく見てるもん。よく見てますから、リエチだってちゃんとそういうのはしっかり見てますから、バレちゃいますよすぐ。浮気したらすぐバレちゃう、でもリエはあのスーさんが3期生のお名前を X のプロフィールにたくさん書いてるじゃないですか、だからリエのお名前もあそこに入れてもらうことが今後の目標。ルパンさんみんなでリーチを応援しましょうって、ありがとう。せめてお話し会の、そうね、お話し会で好きだからねリエね。クマネパパさんめっちゃアップで待機してるファンの方はいなかったって、いなかった、近い近いって言われたけど、でも近くで待ってる人はいなかった。高谷さんたくさんだるまありがとう、今日もお話しかありがとう。
せいなくんスクール配信もないと寂しいよ。そうだね、確かにね、そうだよね。配信なかったら逆に焦る。確かに配信なかったら本当に、あ、もうリエツ絶望してるんだなと思ってください。いや今も結構あれだけど、でもちょっと今日は普通にお話し会が楽しかったねってしたかったから。ヤンシギャキさん、誰もたくさんありがとう。トミチさん、服ありがとう。ビンゴの神さん、佐野子さんはちょろちょろ会はい、名誉会長に就任しました。そうなんですね、すごい、なんかお偉いさんになったんですね、ちょろちょろ界隈の。ちょろちょろ界隈って面白いよね本当に。誰つけたんですか、ネーミングセンスありますね。猫さん、リエちゃんに振り向いてもらいたい2020年だって。いや、それリエのセリフだから本当に。スーさん、いちごちゃんもリアチューも言ってます。え、そうだよね、そうですよね、やっぱり見たことあります、あのお洋服をね。ちょっとみちさん、めっちゃチェックされてるなって。チェックしてるよ、してる、してますよ、そりゃ。してますよ。猫さん、推しメンバリかわいいだって。猫さんの推しメンは結局誰だかわからんから信じません。星野まさきさん、名誉会長就任おめでとうございますだってね。おめでたいですね、素晴らしいと思います、あの本当にね。大ちゃんさん、あ、お話し会再販中なんだ今も。そっかそっか、明日の13時まで。2月4日は今回が最終決定で。そうなんですね、ありがとう教えてくれて。じゃあ皆さん、ぜひまたリエツのお話し会に来てくれたら嬉しいです。待ってます。リエツのお話し会待ってるよ。357053、古着でサイズも合うってなかなかないよね。この前シャツはサイズ合わなくて、あ、ね、それ多い、なんかやっぱりさ、大きいサイズが余ってること結構多い気がする。古着ね、サイズ合わないの結構あるあるよね。ポラリスさん、お話かありがとう。ドアプリーチに首ったけなってね、ありがとう、本当に久しぶりに会えてよかった。ちょっと元気そうでよかったです。またリーチに、2024年はリーチにたくさん会いに来てほしいな。とみちさん、元推しの志田あかりさんの名を借りて拡散を試みてました。本当にちょっともう悔しい、本当にせっかくね、もう可愛い投稿もできると思ったのに、もう本当に。なとみさん、まさか告白だって、え、もしかして。そう、でもちょっとね、言いたいことがあったんだけど、なんかあの時はね、あの言いそびれちゃったから言おうと思う。ビンゴの神さん、ファンリンコさんの残党がリエチルームに集まって、いや、リエね、それ思ったの、なんかそう、あのすごいありがたいことにリンコさんのファンの方がよく来てくれるじゃないですか、リエチルームとかお話し会に。いや、そうなんですけど、あの普通にね、単純にリエのとこに集まってるわけじゃなくって、そのリンコさんのファンの方たちがあのちょろちょろしてるから集まってるように見えるんじゃないんですかって思っちゃったの。リエのとこに集まってるわけじゃなくって、いろんなとこにちょろちょろしてるから集まってるように感じるよ絶対。佐野子さん、大変な時こそリエちゃんの味方だからねだって。嬉しい、ありがとう、優しい、そんなこと言ってくれるの。泉さん、座ってるはずなのにピョンピョンしてるの伝わってきて、本当に、そうそう、めっちゃねピョンピョンしてしまった、嬉しくって。もうだって超久しぶりだったから、そう、髪色も変わってたしね、可愛い髪色、そう、久しぶりに会えて嬉しかったから。
ちなみに来月はまた髪の毛明るくなってる予定です。え、そうなの？でもリエ明るい方が好きかもしれない。え、いや、でも待って、え、もうどっちも好きだから半分半分明るくて半分暗いやつに。ビンゴの神さん、ちょろちょろ界隈名誉会長はファシリさんに命名されました。あ、そうなんですね。さすがですね。本当にネーミングセンスが素晴らしいと思います。その子さん、パシリ先輩に私があまりにも推しを増やしすぎたからか、ちょろちょろ DD 界隈名誉会長に任命されましたって。あ、そうなんですね。本当にあの、だってもうその子さんはもう箱推しみたいなもんだから。熊根パパさん、シミサラさんルームで3期で仲のいいメンバーはのコメントにリエチが一番目に出てきたって。え、嬉しい。本当に大好き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 大好きです、シミサラさん。本当にラブ。ちょっと早く会いたい。本当にヤンシゲユキさん、やっぱり話し会終わってすぐにキャラに行ってリエチを買い足してしまいました。本当に。でもリエはもう嬉しいです、会えるのが。本当にありがとう。あ、鋭い考察ですか。いや、そうだと思うよ絶対。だって別にそのリンコさんのファンの方たちがリエのことを一番に推してるわけじゃないじゃん。なんならだってプロフィールのとかいっぱい3期とか、3期だけじゃないけど3期のお名前があるじゃないですか。だからね、みんながもうイサナコさんだけじゃないです、それは。本当にもうみんなちょろちょろ界隈よ、リエからしたら。みんなちょろちょろ界隈の方たちです。あの、名誉会長だっけまではいかなくても普通にちょろちょろ会員ぐらいにはなってるよ。ねえ、本当に。ドリームゴーさん、リエチこんばんは、初コメです。ワンコきっかけで気になってる存在です。そうなんですか、嬉しい。そう、ワンコがね大好きなんですよ。シーズー飼ってるんです。ワンコ好きなんですか。ありがとう、コメントしてくれて。そう、ちょろちょろ界隈の皆さん。ビンゴの神さん、ファンリンコさん癖が強くてごめん。確かに、なんかビンゴの神さんからどん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 あの集まってるような。まことさん、同じ話か言ってメンバーは座ってるの。うん、そうですね、座ってますね。ビンゴの神さん、ゆうぞうさんいらっしゃいました。あらま、ゆうぞうさんもリンコさん、本当だ。アットマークリンコ大好きって書いてあった。本当だ、ちょろくないぞ。だって本当ですか、怪しい。もうね、そういうちょろちょろ界隈の人だと思って見てるから、そういう目で見てますって言うわ。ゆらべさん、誰もたくさんありがとう。ゆらておじさん、今日ゆうなになんでリーチに浮気したんって詰められました。そうなの、なんかそれは幸せな詰められ方なんじゃないですか。もうなんかそういう話聞くとなんかもうリエなんか悲しくなっちゃう。もうもうリエのことなんかどうでもいいのねって。でも平手おじさんはなんだかんだリエのことめっちゃ好きだから大丈夫だと思ってる。ゆうぞうさん、ちょろちょろしてる人にはちゃんとお説教してあげてね。喜ぶかな。ド M の集まりじゃないですかそれは。ゆずみさん、確かに半々はね、半々はちょっと確かに勇気言うかもね。超ハイトーンと暗めね。ルパンさん、いや、ゆずみさんはね本当にね久しぶりだったの、会えたのか、だから嬉しかった。猫さん、いつもリエチのことを思って装飾してますわ。だってね、本当に嬉しい。あの、いつもあの可愛くしてくれてるじゃないですか。
からなんだかんだリエのこと好きなんかなってことさん、リエチ DD 許さない派だって。え、でもだって逆に DD じゃない人なんてめったにいないじゃないですか許さないも何もないですよ、本当に。平手おじさん好きじゃなかったら落ちすが言わんもんな。もうなんか本当に今度平手おじさんになったら落ちから始めようかな。ちょっともう落ちの人だから本当にいつも落ち落ちって落ちじゃない何かを言ってみてください今度あと5分。あ、本当に結構早いね。ありがとう。でもなんか結構へこんでたけど、みんなとこうやって今日のお話し会の話とかできて元気出ましたありがとう。いや、しげきさん、マークが好きだからファン、リンコさんが来るのか。え、そうなの？そんな理由があったの？確かに、なんで、いや、なんでリエのこと好きで言ってくれるんかなって。でもリエよく聞くんですよね、お話し会に来てくれてる方に、なんでリエのこと好きになってくれたのとか、リエのどこが好きなのみたいな話はよくするんですよ。あ、本当にあと2分だって。じゃあそろそろ壇上を読みたいと思います。それでは13位、あ、なんか見れない。13位、トウモロコシさん、ありがとうございます。12位、ジェイナカムさん、ありがとう。11位、石剣マシンさん、ありがとう。10位、瀬戸野誠治さん、ありがとう。9位、トトミチさん、ありがとう。8位、ヤンシゲアキさん、ありがとう。7位、タクヤンさん、ありがとう。6位、ダイチャオさん、ありがとう。5位、357050さん、ありがとう。4位、マサピョンさん、ありがとう。そして3位、クマネパパさん、ありがとう。そして2位はアルパンさん、ありがとう。そして1位はマッツさんでした。今日もお話し会たくさんありがとうございましたありがとう、ありがとうございました。また会おうね。また早く会いたいです。お話し会も受付中なので、またリエチに会いに来てくださいアリーだってなんかやだなありがとうございました。おやすみなさい。また遊びに来てね。ありがとう。おやすみなさい。お疲れ様。また会いましょう。また明日ね。